美術について雑に語らう美術雑論。今日のお題はカラバッチョよりキリストの捕縛。ほう。いやもうこれ見て。これやばいだろ。見てこれ見て見て見て この絵です。絵なの？絵です。写真じゃないよ。舞台写真じゃないよ。本当に？見てくださいこの真ん中の鎧のテカリ。すごいよねこれ。絵なんだ。絵です。写真みたいだなマジで。何回も言うけど、うん、これがカラバッチョの真骨頂というか、うん、彼の評価ポイントの一番。カラバッチョの本気ね。そうですね。こういうもう写実的な表現と前回、うん、ナルキッソスの時も言ってた、光と影の対比、このドラマチックコントラスト、これが彼のその評価ポイントなわけですね。すげえな。いかに殺人犯であろうととんでもないね、このリアリティさ。はい、素晴らしい。だってここのその青い布のこのリアル感、ビロードかなみたいな。とんでもないね。素晴らしいよね。これはでも、何これ、喧嘩してんの？これもですね、これもね、ドラマチック、動きのある、ドラマチックワンシーンなんです。ちなみにあのカラバッチョこれ登場してて、そうなの？あの画家が自分の顔を登場させることって結構あるんですけど、うん、あるんだ。一応右側かこれです。なんとこった、いるやん。いますね。この時殺したんじゃないのか人を。いやー大丈夫。これはイエスの弟子、筆頭弟子のペトロが兵士の耳をこれ切り落としたっていうことだけなんで、うん、あの死者は出てない。あ、死者出てない。大丈夫、耳だけね、うん、そっかそっか。なんか耳切られたって言ったら最近なんか聞かなかった、うん、台湾あたりで。香港か。え、ちょっと待って待って、そのニュースさ、恥ずかしながらノーチェック。香港あたりの、なんかあのデモのところで今、揉めるとき耳切られたで。あ、じゃあ噛みちぎったんだ。あ、そうだそうだそうだ。あったよね、それそれそれ、うん。うん。いや、ちょっともう。ちょっと違うね。いや、でもまあ、怒ってることは似てるかもしれないね。そうか。はい。これは、キリスト、イエスが逮捕される晩のまさにその瞬間を描いている。逮捕される晩。そう、イエスが逮捕されたっていうのはご存知？いや、知らない。なんかあれだよね、追われてたんだっけ？そう、まあそうね。ずっと逃亡生活してたわけではないよ。そっかそっか、うん。当時イエスの暮らしていたエリア、うん、これはエルサレムなんだけど、はいはい、このエリアはローマ帝国の支配下だったんだ、うん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 、で、ローマの王様っていうのはもう神の化身であり、もう絶対的な権力だったから、うん、そのなんていうの、イエスみたいな、うん、そのイエス一派か、うんうん、みたいなその新興宗教、怪しいね、うん、もう人間は皆平等みたいなことを説くような、うん、怪しい新興宗教は秩序を乱す良くないもの、うん、消すべきものだったわけね、うん、でこの当時支配的だったユダヤ教、キリスト教のまあ、うん、兄貴みたいなもんだ、はいはい、うん、こっちの宗教が結構長いことここで信じられているので、もう結構形骸化してさ、うん、その一部のお坊さんがこうさ私欲をむさぼったりとかするわけだ、はいはい、そういうのも良くないっていうのをこのイエス一派は言っていたので、うん、その現にその利益を得ている人たちからしたら面白くないじゃん、うん、でも今でこそ堂々たる宗教だけどさ、キリスト教当時はもう怪しい信仰宗教だわけ、なにこれみたいな感じで、このイエスをとっちめてやりたいっていう動きが結構あったわけですよ、うん、そのだから面白くないユダヤ教の人たちと、うん、秩序を守りたいローマの人たち、うん、あの本国、ローマ本国から派遣されてきた知事とかがいたからさ、その人に訴えて、はい、もう裁判つけて処刑してもらおうよ、はいはい、なるほど、なったと、うん、でその一派は、うん、弟子の一人、はいはい、ユダ、ユダ、はいはい、聞いたことあるね、この人ね、このあれか、ちょっと頭が薄くなってき始めてる人 ね、この人を買収して、うん、はいはい、イエスのところまで連れて行ってくれという、うん、それそうですね、うん、でじゃあユダは分かりましたと連れて行きましょう、うんうん、おお、あっさり裏切るんだな、まあ、そこについてはいろいろ研究があるけど、一応そこはあっさり話を進めましょう、うん、じゃあ一旦、うん、はい、でユダが言うには、うん、案内をしましょうと、うん、近づいていって私が接吻、キスね、うんうんうん、をで挨拶をしたその人がイエスですと、はいはい、キスっていうのはこの共同体の弟子と師匠とかの中の挨拶、うん、なので別にあの愛があるとかそういうことではないです、うんうんうん、挨拶ね、いやあれだよね、外人の
人たちがよくやるあのほっぺたのチューみたいな、そう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 、あれ親愛の女王みたいな感じの挨拶ですね、はいはい、そこで夜一行が出かけていって、うん、ユダ一行とイエスの一行が勝ち合う、うん、ユダが進んでいってこんばんは先生、うん、と言ってキスをする、うん、兵士が突っ込んできて、うん、まさにキリストに手をかける。でこっちの弟子、これヨハネ、うん、ヨハネなんだけど、うん、これがもう慌てて叫んでいると。イエスはこの時、うん、自分が捕まって殺されるということがなんとなく分かっていたので、はいはい、もうこの表情ですよね。あ、これそう、これがこれイエスね、イエスなんだ。すげえリアルに書いてあるな。そう、この緊迫のワンシーンなわけ。ここの2人のローマ兵はもう突っ込んできて、はいはい、あ、捕まえろって言ってるわけですね。ユダごと言っちゃってんな。ユダごと言っちゃってる。ユダごと言っちゃってる。いや、抵抗されたら困るからさ。そうかそうか。でもイエスの手はもうほら、お、抵抗も何もしていないわけ。大騒ぎしてるのは弟子なのね。うんうんうん。ヨハネ。ヨハネ。で、ミケランジェロはちょっとわからん。ミケランジェロ。ミケランジェロ。カラバッチョをよく。カラバッチョね。あのね。うん。言い訳をさせてほしい、うん、カラバッチョはミケランジェロっていう名前なんですよ。そうなの？ミケランジェロっていう名前、うん、ファーストネームね、うん、間違えました。間違えた、ね、あのミケランジェロとはちょっと違うから、ね、あ、なるほどね、同じ名前ね、うんうん、いるんです。そういうこと、うん、なんだ今なんで急にそれが出てきたのかと思って不思議だったわミケランジェロ・ダ・メリージっていう名前、うん、ミケランジェロ。そうなんだ。カラバッチョ、いやいやいやってんな。なんかあれみたい。紛糾した議会で、ヤジを飛ばす野党の人みたいな。あの後ろの人みたいな。うんうん、あの、イギリスのさ、あの下院で名物議長いたじゃん。誰だっけ？あの、ほら、あの、ヤジを沈めるのが面白い人。あ、そんな人いるんだっけ？いたいた。もう引退しちゃったんだけど。なんかその動画集とか YouTube で見てたらめっちゃ面白かった。うん、こんな感じの人いっぱいいた。こんな感じだった。わーわーって言って。面白かったよ。日本もそんな人いるから、沈める人欲しいね。ね。なんかさ、ヤジは上手けりゃ面白いよね。ヤジ上手けりゃ面白い。でもなんかあれよ、話それるけど、あの国会においてあんだけみんなやーやーヤジ飛ばしてるけど、うん、ヤジ飛ばしちゃダメってめちゃくちゃ法律に書いてあるらしいよ。あ、ダメなんだ。うん。江戸の花じゃないんだ。そう、なんかあの国会においてあの発言者が発言中は当然静か、まあ、当たり前だよね。そういう当たり前のこともちゃんと守りましょうって書いてあるんだって。へえ。でも誰も守らずわーわー叫んでるのが今の我が国の国会ではそうで、はいはい、まあ話それましたが、まあね、ちょっとそんな感じにも見えるワンシーンだけど、そうね、紛糾、うん、なんかもう今にも動き出しそうだね、わーってなってるね、うん、これでもそのまま捕まっちゃうんだ、そのまま捕まって連行されてしまう、はいはい、次の日から裁判だ、わー、うん、でね、ここでもう、うん、ね、イエスがイエスだとわかる、うん。ポイントっていうのがあって、うん、まあ、風体がそうだろうっていうのもあるんだけど、うん、イエスっていうのは伝統的にこの青い上着、はいはい、上着なのかな、青いローブを羽織って、服が赤、うん、ローブが青っていうのが、うん、イエスとそのお母さんマリアの、うん、固定衣装なのかな。あ、そうなんだ、制服みたいになってんだ。そうそうそう、で、ユダは黄色い服を着ているっていうのが、はいはい、伝統的なのね。うんうん、だから、黄色は嫌われることも多い。あらあら、裏切り者の色だから。はい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 、あと、ヨーロッパで、キリスト教世界で13っていう数字は嫌われるのもこれ。なんで？イエスと12弟子を入れた13っていうのがユダの数字。ああ、そういうこと。裏切り者の数字だから。そっかそっか。っていう。あれどうなんだろう、サッカーのユニフォームとかで13つける人いるかな。あんま気にしてないんじゃない？あんま気にしないのかな。だってキリスト教の信者でなければ特に関係ない。まあでもほら、おおむねキリスト教世界じゃない？ヨーロッパとか。うん。でもアポロは13号だし。あ、そうだね。でもアポロ13号事故ってるからね。そっかそっか。でも。まあ完全に排除してるわけじゃないんだよ、13号、はい。なんか日本だとさ、4が嫌じゃない？ああ、そうね。死みたいなね。うん。でも感覚的にはそういうのにも近いところはあるのか。ちょっと嫌だな。そうだね。ちょっと意味嫌われる数字みたいなところ、うん。そういうなんか、あやかりたい人は嫌かもしれないね。そうだね。まあ今も気にする人は気にするでしょうし、気にしない人は気にしない。NASA は気にしなかったみたいだね。事故ってるし。ちなみにそのヨハネが緑なのは、ヨハネは緑なの？ヨハネね、ヨハネなんてだっけ？ヨハネ緑。
緑っぽくない、うん、だったかな、調べときます。はい。でもまあイエスは赤い服に青で、ユダは黄色の服を着てると。ここはもう間違いがないですね。なるほどね。これ見たらじゃあ素人、素人の俺みたいなやつでもう、うん、とりあえずこの組み合わせの色だったら、あ、ユダだなとか、イエスっぽいなとか、女性だったらマリアかなとか、うん、青いの羽織ってるっていうのが一個大きいと思う、うん、そういうことだよね。そうですね。そっかそっか、そういうのが見分けられるようになりました、うん、ということだね。そうだね。でちなみにこの時イエスは捕まってしまうんだけど、弟子はねチリジリになって逃げるんだよ。ほうほう。これまでの、うん、会合というか集まり、うん、でなんかたとえ先生の身に何があってもついていくみたいなことを言ってたんだけど、うん、いざ兵士が向かってくるとなるとやっぱりチリジリになって逃げちゃう、ね、はいはいはい、うん、助けれないんだ。そう、なんかそういう弱いところがめちゃくちゃ描かれているっていうのが結構多いですね。聖書、私は信者ではないけど別に、うんうんうん、でもなんかこの人間の弱いところ、ダメなところっていうのを結構これでもかと描く、うん、弟子は逃げるし、あなたあのイエスと一緒にいたわねって言われて違いますってめちゃくちゃ言うしそう、ユダは裏切ってしまったけど、なんか出来心で裏切ってしまったけど、うん、なんかその後悔いて、うん、もう報酬、裏切りの報酬としてもらったお金を投げ捨てて首を吊って死んでしまう、うん、あら、罪悪感に苛まれちゃったんだ。そうだね。そっかそっか。イエスも、まあ、彼は結構立派だけど、うんうん、立派っていうかちゃんと描かれているけど、うん、なんて言うんでしょう、なんか十字架の上でちょっと弱音を吐いたりしてますから。あら、ほんと。はい。まあ、それは十字架行ったらちょっと弱音の一つも吐きたくなるよね。そうね。とかね。そうなんだ。そういう人間らしいダメなところがちゃんと描かれているので、うんうん、読んでて楽しいですよ、結構聖書。そっかそっか。文体が独特だけど。なるほどね。うん、面白いね。そうですね。ローマ兵の鎧、ほんと。かっこいいね。私、幼稚園がキリスト教系だったので、うん、クリスマス時期に劇をやるんですね、うん、イエスのが生まれてからみたいな、はいはい、そんなのやんだ、うん、でローマ兵っていう役があって、うんうん、いいな、やりたいな。そう、ダンボールのね、剣とか持ってるんだけど、はいはいはい、男の子たちね、ローマ兵めっちゃ人気な、いや行くだろう、うん、鎧もつけてね。そうやね。でローマ兵の役が5人いて、4人は銀の剣なんだけど、うん、1人は隊長で金色の剣も。おお、いいね。超人気よ。いいね。うん、いやいや、我こそはってやりたいんで。歌うんだよ、しかも、うん。あ、そうなんだ。え、なんかその。人間も10年も。いや、そういうのじゃない、そういうのじゃない。なんか普通の歌。そうか、結構なんかさ、幼稚園児にやらせるにしちゃハイレベルな劇だよね。確かに、ね。歌ったりさ。うん。しかも、あれじゃない、このユダのさ、なんとも言えない表情とかさ、うん、イエスのこう、まあなんか、愛のある覚悟を決めてるというかさ、なんか悲壮感だよね。はい、捕まりますよねっていう顔とかさ、うん、このヨハネの慌てふためく顔とかさ、うん、こう演じるにはなかなか難易度が高そう。あ、いや、ここは演じないよ。こんな悲しいのは演じないよ。違う違う、イエスが生まれて、うん、生まれるところまで。生まれるところまで、30年前の話。なるほど。30歳。生まれるところまでね、うん、馬小屋でおぎゃーっていう、うん。それで祝福をされるっていう、そこまで。あれよ、東方さん博士がやってきて祝福を授けるみたいな、はあ、イエスが生まれた時に、うん、天文学者、まあ、学者たちが嗅ぎつけてやってきてお祝いを授けるっていうシーンがあるんだけど、うんまあ、そこ辺までをやります。なるほど。ここまではやらない。なるほど。ここは大人の役割だな。大人の、そうですね。これでもこんだけクオリティ高い絵描けるのすごいな。なんか他にもこのぐらいのあれでしょ、いっぱいあるってことでしょ。どれもこんな感じ。あ、でもこれはすごいな。特にすごいんだ。うん。すごいもんね、この鎧のテカリ。ガチモンの鉄のね、鎧みたいに見えるよね。ね。どうやってんだろう。これはね、ぜひ生身で見てみたい。実は200年間行方不明だった。あらまあ、誰かが撮ってたんだ。うん。闇に流れたんだ。で、90年、1990年に突然出てきた。うん、今は、アイスランド美術館。アイスランドなんだ。アイスランド。アイルランド。ごめんなさい。アイルランド。アイルランドにあるんだ。アイルランド。ダブリンに所蔵されているので、じゃあアイルランドまで行けば見れるんだ、これ。なんか行けそうだね。アイルランドはまあ、行けんじゃないか。直行便出てんのかな。どうだろう、わかんないけど、まあなんかね、ラグビーの話も、あれね、アイルランドとかなんか、ね、ちょっとあったし、こう、親近感が湧いてる今こそ、行ってみたい国かもしれない、ね。去年サッカーの時は、あれだよね、スロバキアにめっちゃ親近感を抱いてる。スロバキア？なんだっけ、
スロバキアだっけ、スロバキア、クロアチアだっけ、ね、ああモドリッチね、ああそうそう、全然間違えてる、スロバキアは出てこんだろうと思ってワールドカップに。もうそのスポーツへの興味のなさがすごいにじみ出てるよね。まあでも、うん、アイルランドに行ったらぜひ見てみたい絵の一つですね。そうですね、はい、ということでカラバッジョの絵ね、また他にもいろいろ見ていきたいですね。また次回それしたらお会いしましょう。ごきげんよう。